関東商業所。筆の代表的な持ち方には単行法と草稿法の2種類があります。単行法とは筆に親指と人差し指をかける持ち方を言います。そして親指、人差し指、中指をかける持ち方を草稿法と言います。次に構え方にもいくつかの方法があります。このように肘を上げて書く書き方を剣腕法と言います。筆を自由に運ぶことができますから、大きな字を書くときに適していると言えます。そしてこのように肘を机の上につけて書くことを定腕法と言います。これは小さめの文字を書くときに適しています。筆の持ち方、構え方については特にこうしなくてはいけないということはありません。目的に応じ自由自在に筆を動かせるよう練習してください。すべての文字はいくつかの基本的な線から成り立っています。まずその基本線から練習しましょう。基本的な横画の書き方です。起筆をしっかり入れ、抑揚をつけて筆を進めます。筆を逆方向から入れて書きます。次に縦画、縦の線です。起筆から収筆まで力を抜かず、最後はしっかり止めます。徐々に筆を立てて抜いていきます。最初の点から次の点に移る筆意を大事にしましょう。起筆をしっかり入れてゆったりと払います。
種が長くならないように書きます。徐々に太くし、筆を持ち上げるように払います。角のところは右下に方向を変えてから下へ進みます。繰り返し見ながら反復練習をすることによって基本を完全にマスターしてください。そしてより高い次のステップを目指して楽しく練習を続けてください。Thank you.